エンタメステーション in 札幌ど真ん中をご覧の皆さん、ビジョンの前の皆さん、ベリーズ工房でーす。イエーイ。清水咲でーす。須藤真麻でーす。三崎みやびでーす。イエーイ。皆さん、足を止めて見てくださーい。見てねー。見てねー。私たちベリーズ工房は6月4日に35枚目の両 A 面シングルをリリースしました。よっ。はい、今回のまず1曲目は、うん、愛はいつも君の中に、うん、そして2曲目に入っている曲は、普通アイドル10年やってらんないでしょうという衝撃的な曲を歌っております。インパクト大インパクト大、はい、うん、今回はどうですか、ポイントとかあったら。愛はいつも君の中にの方はですね、うん、なんかすごいミュージカルチック。そうなんだよね。わかる、こうなんか壮大な感じ。そうなの。なんかよう多分イメージして歌っているので、はい、ベリーズの力強い歌声を聞いてほしいなと思います。はい、うん、はい、そして、まあ、アイドル10年の方は、まあ、歌詞とかもね、うん、うん、すごく素敵というか、うん、もう本当にリアルな私たちがこう見られるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてハロープロジェクト2014サマー、これぞとやっぱりの2パターンを今年も行いたいと思います。はい、8月29日、札幌市民ホールで行いますので、はい、皆さんお時間あったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いしま す。そしてそしてさらに、なんとですね、今年の9月11日に2度目となる日本武道館公演が決まりました。イエーイ。まあね、去年初めてやらせてもらったんですけど、うん、はい、さらにパワーアップしたベリーズ工房を日本武道館でお届けしたいと思いますので、ちょっと皆さん遠いかなとは思うんですけど、うん、ぜひ9月11日、はい、私たちに会いに来てください。お待ちしております。待ってます。ということで、それでは最後に、うん、はい、愛はいつも君の中にをご覧くださいということで、以上ベリーズ工房でした。バイバイ。愛はいつも君の中で、愛はいつも君の中で、愛はいつも君の中で光る。まっすぐに生きるのってとても難しい。誘惑や臆病が君に囁く。好きなのってなんだろう、したいのってなんだろう、大切にすべきことさえ見失うのかい。そう、どんなにいいように見られたくてもねえ、君は君以上でもいかでもない。どんな時も正義が勝つ、そんな世であれと願おう。美人よりもモテる人がいるのも事実、兄弟でも得意分野違うも事実。愛は寂しがり屋さ、愛は愛を呼び込む、愛は愛の上に愛を作ったりはしないさ。さあ笑え、愛は愛の上に愛を作ったりはしないさ。愛は愛の下に愛を作ったりもしないさ。奴のせいにすることってとてもたやすい。もう一人住んでいる悪魔ささやく。サボっちゃえばいいだろう、誰かやってくれそう。悔しさ感じることさえ忘れちゃうのかい。そう、どんな結果であれそれが全てさね。もしもしかしまさかたらもれまもない。どんな時も正義が勝つ、そんな世であれと願おう。